ばんは、ワールド大スター大鳥ココナ役の岩見真中です。皆さんこんばんは、同じくワールド大スター静香役の長谷川郁美です。はい、この番組はいよいよ始動した演劇ガールズプロジェクトワールド大スターの魅力と情報をお届けする番組です。テレビアニメは現在好評放送中、ゲームアプリは夏配信予定です。なんと20回目らしいです。おー、記念すべき。なんかもっとやってるぐらいの気持ちです。確かにね、そうだね。なんならうん、20回か。20回なんだ。そんな20回のタイトルコールはですね、もう完全なる指針、はい、アチャーテという詳しくは先週ね、そう先週のやつをねぜひ見てほしいんですけど、見ていただきたい。アチャーテコールでした。そうです、アチャーのことを思いながらタイトルコールしたら2人ともキーがもう、うわめちゃくちゃ高くなるっていう、うん、いや本当に癒しをありがとうございます。今日もこちらに、今日もね、はい、目の前にあちゃんがおります。そうなんです、はい、元気にやってまいりましょうあの先日の特番で、うん、なんとライブの開催が発表になりました。わあ11月12日日曜日に豊洲ピットで開催されます、うん、はい、私たち含め、うん、テレビアニメのメインキャスト、そしてゲームアプリのメインキャストが出演する豪華なライブイベントになっております。いやすごいね。すごいですね。もう出演者のこれありますけど、手元に出演者欄が、うん、めちゃめちゃいる、ね、めちゃめちゃいるね、うん、何人のこれ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12人だからですか。関係ないなんでよ早かったです、首振るのが30日だった、30人用意しなきゃいけなくて確かにこれなんとマチネとソワレがございまして、うん、ライブイベントなんですけど、午前の分、午前じゃないですね、午前じゃないですよ13時半会場ですからね1個目は昼と夕方ぐらいの2回公演で行わせていただきます、ね、だってこれ今5話までだっけ放送されてるの。そうですね、5話までですよね、うん、この段階でもう11月のライブイベントを発表しているという。しかも11月のライブイベント発表って早いですよね。早いよ、うん、すごい早いよね、うん、もうだからみんなはもう心の準備しまくれる、はい、いっぱい覚えてきてほしいですねそうだね、うん、だから本当に何をライブって言ってるけど何を歌うのか、うん、いや我々ドキドキですよ。だって役、劇中劇、ね、としてアラジンとして歌ってる時もあれば、うんうん、まあ、かぐや姫として歌ってる時もあったり、ミサオとして歌ってる時もあったりするから、か、ね、そうだね、どういう流れでどういう歌が披露されるのか。そうだ、ね、しかも、うん、だしやっぱゲーム版のキャストの方々も多いから、ね、ってなると、うん、ゲームの方たちは どういう歌を歌うんですか、うんうん、みたいな感じ、なんかシリアスの楽曲もあれば他の劇団それぞれの楽曲があると思うので、そういうの私たちも聴くの楽しみですね。楽しみだね、めっちゃ楽しみ。いやぜひとも皆様ふるってご応募ください。どういう形でね募集されるのかまだ我々は把握できてないのですが、ぜひ続報出た暁にはこのラジオでもね、あのご紹介すると思うので、皆様ぜひ楽しみにしていてください。お願いします。はい、それでは最後までよろしくお願いします。ワールド大スターラジオわらじ開演です。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りします。ワールド大スターラジオわらじ、改めまして岩見真中です。長谷川郁美です。はい、じゃあまずはちょっとした近況トークの時間なんですけど、うん、はいはい、母の話になっちゃうんですけど木箱ですか。はい、木箱です。よく覚えてますね。めちゃめちゃパッとできた木箱が、私まだこの世界線だと迎えてないんですけど、うん、この間私4月30日が誕生日だったんですよ。ほうほう、うん、で誕生日の全然前なんですけど、うん、お祝いをしてくれまして、うん、というのも、早めの、そうなんですよ、うん、というのもなんか妹が妹と母で暮らしてるんですけど、うんうん、友達を家に泊まらせたいから、うん、ちょっとママどっか泊まってきてみたいなこと言ったらしくて、はいはいはい、妹がね、追い出された母が、うん、かわいそう今日ここかわいそううちにやってきまして、うんうん、で私が出演してるものを見たりとか、うん、なんかいろんなものを見たりとか楽しい時間を過ごしたんですけど、うん、ちょっとお出かけしようってなって、うんうん、で池袋にお出かけしたんですよ、うん、
でそしたらなんかまあそろそろいい時間だよねって言って帰ろうかって言ったら、なんかママさ、あの若い子向けだからちょっと行けないかなって思ってたお店があるんだけどお腹空いてないみたいなこと言い始めて、で普段絶対言わないんですよ、うん、普段はなんか私が知ってるお店とかに来てもらうことが多いんですよ、なんか主導権私が握りがちみたいな、珍しく母が仕切り始めたから、うんうん、これ私お祝いされるってもう分かっちゃったな私思っちゃったんですよ。でいざ行って、うん、すごいなんだろう、コンセプトカフェっていうか、ほうほうほう、なんか童話の世界観、うんうん、あるね、すっごいおしゃれな可愛いお店だったんですけど、うんうん、そこにこう連れてってくれて、うん、でなんかコース料理みたいな、あのそのカフェのコースの料理をもう頼んでいてくれてて、うんうん、でもそんなのは絶対にお祝いなんですよ。そうだね普段何食べるとか、うん、なんかもうこれわかんないねとか言いながら2人で頼むのに、うん、そんなだったか、私どんな顔したらいいのかわかんなくて食べてる最中ってこと、はい、そしたらまず言われないの、うん、言わないです、なんかサプライズなんです。今日からさしたらあ、うん、で どこがサプライズ、あの最後ケーキ運ばれてくるんで、そこまで言わないの言わない今は普通にただご飯を食べに来たらだよっていう、うん、で実は食べ終わった時にそろそろ帰ろうかの時にケーキが運ばれてきて、うん、っていうのが、うんうん、キワコの計画だったんですよ、うん、で私なんかもしかして誕生日とかは言えなくて、うんうん、なんか一個一個の料理うわ美味しいねとか言いながら、うん、うわ早くケーキ来ないか思いながらやってたんですけど、無事ケーキも運ばれてきて、うん、あのコンセプトカフェの店員さん皆様がハッピーバースデー歌ってくれて、うんうんうん、あの素敵な誕生日だったんですけど、あのバレバレな母が可愛かったっていうだけの可愛いでもそこ、はい、言っていいけどね、もうコースの料理だった場合はさすがにこうちょっと行きたいとこあるんだけどって言って連れてって、はい、実はもうすぐ誕生日だからさ、うん、ここ予約したんだよね、いやって言って そしたら普通にわーってやって、うん、それはそれでまたケーキあるんだって なれるじゃん確かにえってそっちはそっちでなれるわけよすごい頑張ってたんですね、ママがなんか、はい、なんかちょっと気づかれたくない時の顔があるんですけど、うんうん、なんかその顔をずっとバレバレずっとしてるんですよ、うんうんうん、で可愛いししかもね、やっぱ童話のコンセプトのカフェだから、うん、なんか不思議な誕生月のドリンクがあったんですよ、うんうん、へー誕生月のドリンクその表は見えてんだ見えてんだで私4月生まれだからこれにしようかなとか言ってちょっと動揺するんですよ、うん、あじゃあママ11月だからこれにしようかなみたいなこれから祝おうとしてるからなんかもう可愛かったですね、愛しいね、動揺が愛おしかったですね、すごいな、本当に可愛い、いい時間でしたね、はい、ありがとうございます、いやいい話でした、はい、そしてですね、このラジオの放送のタイミングでは5話まで放送されるということで、うん、はいはい、あの本編の方を振り返っていきたいと思います、うん、シリウスの次の公演はアラビアンナイトよりアラジンと魔法のランプ、八重が主役のアラジンを演じると誰もが予想したが、ランプの魔人に配役されたことで団員たちには動揺が広がっていた、一方ココナは大きな役を手に入れたものの、ヒイラギから主役を張る体力も実力もないと指摘され、役者の基礎を叩き込まれることにといった5話でしたね、うん、だいぶスパルタなね、そうだトレーニングメニューみたいなね、これもまたなんかちょっと心がキュッとなる回だったなって思いますね、うんうんうん、なんかパンダちゃんって結構厳しい時厳しいというか、うんうん、ちゃんと言うタイプだし、うん、こうなんだろう、ココナちゃんが危うさを感じるようになったなって思うのが5話でしたね、うんうん、初めて静香ちゃんから離れて役作りというか、うんうんそうね、まあ、メニューが組まれているので、うん、それをひたすら頑張るみたいな様子でしたけどね、うんうんうん、そうだよね、うん、まあ本当にね、そこのパンダね、うん、まあそりゃ
そりゃそうよね、うん、まだそれこそやっぱもう基礎がなってないっていう判断をされている段階での主役ってやっぱり同じ劇団にいたら自分だってみんな主役になりたいわけだから、うん、そうですね、そりゃどういうことですかってなるのもわかるというか、でもそれでちゃんとさ今までの方たちのその台本あるよって言ってバンナも差し出してくれるんだよね、それをね、そこがすごいなんかグッときて、そうそう、別にその闇で言ってるとかじゃなくてもちろんもう劇団のためにとか、そうそうそう、周りのことを考えて真剣に向き合ってるからこそのそうあれだったんですけど ね、 もうそうやるってなったからには絶対にいいものにしようねっていう、うん、そのパンダの気持ち、もうね、パンダ本当に好きだわ、パンダ一押しなんで私パンダ本当に好き、そうですよ ね、 ね、いやここから八重ちゃんとココナちゃんの関係性というのがどんどんね進んでいく感じになりますけど、あれかお部屋に共同生活の転がり込んできて、ね、はい、共同生活しますね。もう八重ちゃんのマジンが可愛いよね、めちゃくちゃ可愛い、いつもの可愛さとまた違ったベクトルの可愛さがねあって本当に癒される、うん、本当に、ね、そんな第5話でしたけど、ね、日曜日からはね第6話ということで、はい、アニメを見たらぜひあの感想も送ってください、お願いします。ということで普通歌も届いておりますので、はい、読んでいきましょう。はい、ラジオネームアラジンさん、これ本当に気が早いよありがとうございます、ありがとうございます。岩見さん、岩見ちゃん、はせみさん、こんばんわらじ、こんばんは、こんばんわらじアニメワールド大スターのオープニングエンディングテーマの CD ジャケットデザインが公開されましたね、うん、ココナと静香は背中合わせてポーズ取っててかっこいい、お、カトリナちゃんちょっといやいやながらの困り眉なのがかわいい、八重ちゃん一人だけはしゃいでいる感じなの最強にかわいい、そしてサスパンコンビ対照的なポーズでエモい、このジャケットだけで辛い仕事も乗り越えていきます、ありがとうございます、お二人からもジャケットの感想を聞いてみたいです、ということで、この CD がですね5月24日にリリースされますけど、これなんかパーッと見た時に、うん、アイドルのキラキラ感だって思いましたね、ね、うん、かわいい、みんな本当それぞれ表情が全然違って、ね、衣装も素敵でフリフリでリボンで、ねえ、ね、かわいい、私カトリナちゃん推しとしてこの表情たまらないですちょっとムスっていうこの感じね、うん、ちょっとなんかクーって、もうカトリナちゃんが、私その本編の映像いただいて、うん、あの見たんですよ、こう、まあ、途中まで、うん、あの本当にどんどん愛おしくなります、うん、もうどんどん可愛い、うん、もうなんかファンになっちゃって普通に、うん、なんか久しぶりにアニメのなんかなんだろう、このキャラたまらんみたいな推しができたぐらい、うんうん、カトリナちゃんのグッズ欲しいです、カトリナのアップが可愛いカトリナちゃんのグッズが欲しいです、私、うん、めっちゃ好き、可愛いよね、でもカトリナ本当に可愛い、いいですね、このなんかカトリナちゃんと静香ちゃんに挟まれてるココナちゃんもまた、うん、うん、ねえ、このオープニングの衣装やっぱ可愛いよね、可愛いですよね、この曲もいいんですよね、何回も聴いちゃいます、いいよ、私、ね、かわいい、やえちゃん、かわいいにゃんこみたいなポーズしてる、ね、かわいい、かわいいね、サスパンはほんとちょっと大人びた顔してるもん ね、 ね、色っぽい感じいいな、うん、でも年下なんだから、そうですよね、うん、びっくりだ、ちゃんと先輩感あるもんな、うん、ねえ、いや、もうぜひとも皆さんお手に取ってください、うん、ぜひぜひ、楽曲とともども楽しんでいただけたらと思います。では続いて、うん、早太郎さんからいただきました、ありがとうございま す、 います岩見さん、長谷川さん、こんばんは、こんばんは。ニュータイプに掲載されている浅草女子会紙面レポートを読ませていただきました、うん、ボリューム1は花屋敷で大バトルということで、うん、岩見さん、長谷川さん、天木さんがパンダカーやスカイシップ射的を体験されていて、うん、とても楽しそうな雰囲気が写真や文から伝わってきました、うん、パンダカーのレース展開もとても気になるので YouTube の公開が待ち遠しいです
あと写真を見ていて個人的に面白かった部分は、射的のコーナーで3人が銃を持って写っている写真があるのですが、その写真の3人の表情が決まりすぎていて少し笑ってしまいました。 笑うな笑じリスナーの皆さんでまだニュータイプ買っていない方はぜひチェックしてみてください。次回のレポートもとても楽しみです。最後に質問なのですが、お二人は絶叫系は得意ですか？それではまたということで、ありがとうございます。見ていただいて嬉しい。しかも宣伝までしてくださって本当だよね、ありがとうございます。うちらが言わずともこれか射的のね、懐かしい。でももうめっちゃかっこいいですねなんか狩りに行くみたいな強そうな。いやーどやったわやったわ、懐かしいしめっちゃ楽しかったですね。楽しかったね本当に。私パンダかこれね、これね、そうだ、乗りた審判だったもんね。そうなんです、めっちゃ乗りたかったんですよそうそうそう。でもこの後にちょっと空き時間に乗らせて、ね、またがらせてもらって、そうそうそう、写真だけ撮ってもらいました、うん、いやー懐かしいわ。もうもはや懐かしいですよね。もはや懐かしい。スカイシップも何週かしましたね、させてもらったよね。やっぱいろんなお話をしていこうみたいなので、そう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 、載せていただいたり、そもそも開店前というか、うん、開演前の花屋敷に入ったの初めてですね。ね、まだね、誰もいないところに、うん、しかも載せていただいたりとかして、ね、本当に花屋敷の皆様にお世話になって、いや本当ありがとうございました。早い時間から本当にね、そうだね、動画がまだね出てないからね、この写真しかまだより出てないから、どんな話をしたりどんなバトルになっているのか、うんうん、ね、ぜひぜひ見ていただきたいですが、見ていただきたいですね。あの絶叫系得意ですかっていう、うん、得意絶叫、いいえ、あ得意じゃない、はい、え得意ですか、いいえ、あ家同士だもう本当に家であるからして、あるからしてあるからして分かっていただけると思うんですけど、うん、あの行けるもはや好きの方と2人でテーマパーク行くときに、うん、めっちゃ申し訳なくなりません？ああ、あります、行ったこと。2人で得意な人行ったことないかも。何人か、何人かで行って、はい、乗ってきていいよ、ある、あ乗ってきていいよ、適当に見とくんで、はい、みたいな。乗ってきていいよの中にもなんか行けるってなのにありません？あーあるけど、え絶対行けるよみたいな。私それでいつも乗り場まで連れてかれるんですよ。なるほどねでも確かに乗り場まで行って、うんうん、でも本当にすいませんちょっと無理ですっていうのでアイス買って待ってますみたいな私もなんか自分もなんか挑戦してみたいっていう気持ちがたまにやっぱあって、はいはいはい、行けるんじゃないかみたいな、うん、で並んで友達と二人で、はい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 、で並んでこう近づいてくることにどんどん不安増していくじゃん、うん、恐怖が。で私泣いたのでそこで無理みたいな、でそれ聞こえるじゃん、うわーみたいな声とか、え待ってマジで無理みたいな、で泣いてたら前の前に、うん、あの並んでる小学生から、はい、どうしたんだろうめっちゃ恥ずかしかっためっちゃ恥ずかしかった子供に、あ子供に見られて、おいかわいいえ何が苦手なんですか、高いとこですか、それとも速さ。あのね速い方が大丈夫。あおむしろふわってやつが無理。わかります、浮遊感、あれが最悪、内臓浮く感覚ですね。そうあれがもうだから、あのバイキングとか乗れない。一緒です、もう全く。あれはもう地獄です。二人とも無理でしたね。じゃあ絶叫系は一緒にいたら平和ですね。どっちも乗れないから、乗らなくていいからねそうだね、気遣いもいらずということで。いやありがとうございます。はい、うん、ということでたくさんのお便りありがとうございました。引き続き番組宛てのお便りお待ちしてます。ワールドダイスターラジオわらじ、ここからお届けするのはこちら、わらじグッズ会議。おお、先日の放送でわらじのグッズアイデアを募集したら早速メールが届いているのでご紹介していきたいと思います。はい、はい、では紹介していきます。ラジオネームてるさんからいただきました、ありがとうございます。わらじのグッズ案ですが、スマホケースが欲しいです。お、私が言ったのに近いな。確かに毎日、ま、毎日毎日通勤電車に乗ってつり革に捕まっていると、目の前で座っている人のスマホケースが目に入って、どんなスマホケースを使っているのか気になって見てしまいます。うん、そこでわらじのパーソナリティのお二人の姿やわらじのポップで可愛いロゴ、さらにはワールドダイスターのキャラクターたちがあしらわれたスマホケースがあったらいいなと思いました。それかわらじ型のスマホケースでも目立っていいかと思いました。本当かな、まあできそうだよね形的にはね。確かに、うんうんうん、持ちやすそう。そうだね、あの滑らないわらじケース、こ
ここの足通すとこにこう確かにめっちゃいいですね滑り防止滑り防止落とさない。私あのスマホショルダーかなんか言ったんだよね前回。はい、おっしゃってましたね。案外なんかケースね。そうだね、同じような感じで。スマホケースめちゃめちゃいいですね。いいね、使えるもんね、うん、でもいろんな形があるからでもまた難しいのかな、うん、確かにタイプによってちょっとサイズ感違ったりもするもんね。やっぱオリジナリティ出したいんでわらじじゃないですか。わらじかな、わらじ生地で、わらじ生地のえ絶対落としても割れないですよ。そうだね、そうだね、ふさ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 って合う確かにいいかもいいかもしれない。それ採用で。では続いて、はい、おしょうさんからいただきました。ありがとうございます。募集されていたわらじグッズ案ですが、わらじトレカが欲しいです。お、ワールド大スターのキャラや岩見さん長谷川さんがカードになって登場し、単性の戦略カードバトルができるレアカードを集めて友達と交換することもできます。トップレアは草を編んだリアルわらじカード、これで子供たちの間でもわらじを布教できてワールド大スターも盛り上がることで間違い盛り上がること間違いなしです。どうぞご一行ください。トレカか、トレカか、トレカってカードバトルってことなんですね。もうで、そうだね、うん、もうできる方がいいってことだよねバトルが、戦略カードバトル今人気だが、あ、そうですよね、なんかカード1枚でもすごい価値がつくみたいな。カードが今人気なの。うん、あー、へえ、いいな、それ新しいですね。で何個かにサイン混ぜてキラキラにしてね、キラキラにしてスーパーレアえなんか恥ずかしい、自分がカードになるって。あ、写真はちょっとあれですね、ちょっと照れくさいで。もうキャラとイラストこれ、あの銃の浅草の銃持ってるやつめっちゃ強そうですねこれカードになったらね、面白いですね。トレカもいいな、確かにね。戦う戦わないは、うん、おいでですけど、はい、ね、キャラのやつ、うん、キャストのやつ欲しいかもしれない。うん、なるほどね、はい、ありがとうございます。これなんかこちら側からはちょっと出ないかも、伺わなかったですね、演者側から、うん、新しい、ありがとうございます。続きましてラジオネームシミラーボールさんからいただきました。ありがとうございま す。わらじグッズを考えてみました。この番組でもゲストに来たパンダちゃん役の大空直美さん、そしてわらじのおまけで判明したスーツにはうるさいという大空さんの一面、そこでスーツには欠かせないネクタイをパンダ柄で販売するのはどうでしょう。もちろん大空さん全面監修のもと、ビジネスの場でも恥ずかしくない誰でもビシッと決まるパンダ柄のネクタイを開発し、日本中のビジネスマンに使ってもらいましょう。私もネクタイの柄を選ぶときにはいつも悩みますが、堅苦しすぎないちょっと可愛いものも身につけたいと思っていたので、ぜひ作ってほしいですといただきました。なるほどね、確かにこのラジオのグッズとしては確かにこのラジオ内でちょっと話題になったところから作るっていうのはとてもいいですね。しかも我々はやっぱり私服で仕事をする人たちだから出なかったですね、うん、そうだね、ネクタイね、うん、なかなかね、うん、しないもんね。ね、父の日のプレゼントとか、うんうん、ぜひとも使ってほしいですね、パンダ柄のネクタイ。これが採用された際には急にあの直美さんのところに、はい、ネクタイ監修お願いしますってこれうちらノータッチだね、これ直美さんのこだわりを確かに詰め込んだやつ、いいですね。なんかパンダ柄が散りばめられてる、一個だけ隠れパンダちゃんがいるとか実際のパンダちゃんがいるとか、なんだかんだ確かになんかさ、パンダの模様とかなんか、うん、バーってなってたらさ、よく見ないとあんまり、はい、うん、わかんないですもんね、わかんなかったりしそうだもんね。細かくしてみたら水玉にも見えたりとか、うんうんうん、これいいんじゃないですか。いいね、うん、ネクタイか、ネクタイ、しかもパンダはあれですもんね、浅草にもゆかりある、うん、そうだね、パンダか、動物ですからね、ありますから、確かにパンダいいかもしれない、うん、どんどんいいですねこれ、うん、めちゃくちゃ案が素晴らしい。ちょっと聞いてよかった、うちらから出てこないやつだった、うん、本当に本当に、うんうん、あの今日偉い方がそこにいらっしゃるのでもしかしたら採用されるかもしれないということで、うん、ぜひとも引き続きグッズのアイデアお待ちしております、うん、お願いします。はい、以上わらじグッズ会議でした。ここでワールド大スターからのお知らせです。テレビアニメワールド大スターのブルーレイ第1巻が7月28日に発売決定いたしました。
キャラクターデザイン、まじろさん書き下ろし収納ボックスや、私岩見真奈香と長谷川郁美さん、森奈々子さん、木の芽優監督が出演する第1話夢見る少女オーディオコメンタリーなど豪華仕様となっております。冒頭でお話ししたライブのチケット最速先行抽選申し込み券も特典として封入します。ブルーレイの内容や店舗購入特典については公式サイトをご確認ください。そして浅草女子会企画が始まりました。私長谷川郁美、岩見真中さん、天木サリーさんがワールド大スターの聖地浅草を堪能する企画です。ニュータイプと YouTube の動画にて全3回で展開予定。ただいま第1回が YouTube エモーションレーベルチャンネルにて公開中です。ぜひご覧ください。はい、テレビアニメのオープニングテーマワナビスタとエンディングテーマトゥーオブアスが収録された CD が5月24日水曜日に発売。そして劇中歌を1枚にまとめた CD とオリジナルサウンドトラックがそれぞれ6月28日に発売となります。詳細は公式サイトをご確認ください。七藤さんによる公式コミカライズワールド大スターアンコールがアライブプラスにて連載中です。コミックス第1巻は5月26日金曜日に発売しますのでお楽しみに。はい、改めましてテレビアニメワールド大スターは現在好評放送配信中です。そしてゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムは2023年夏に配信予定です。アップストア、Google プレイストアでも事前予約が開始されましたので予約登録よろしくお願いします。以上ワールド大スターからのお知らせでした。お送りしてきましたワールド大スターラジオわらじ、そろそろお別れのお時間になってしまいました。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はおはがきの場合郵便番号105-8000に文化放送ワールド大スターラジオわらじまで。メールの場合すべて小文字でわらじ @joqr.net waradi@joqr.net まで送ってください。また番組公式ツイッターが稼働中です。収録後の写真もアップされますのでぜひフォローしてチェックよろしくお願いします。さらにこの番組は BS11 公式 YouTube チャンネルにて A&G での放送の翌週木曜日夜7時にアーカイブが配信されます。ワールド大スター公式ホームページのラジオの項目からアーカイブに飛べますのでぜひチェックしてください。はい、ということで今回の放送お送りしてきましたが、なんかグッズ案すごいいっぱい届いてよかったね。確かに本当に我々では浮かばないジャンルのグッズを提案していただいて本当に助かりますね、ちょっと面白くなりそうだね、グッズ。そうですね、どんなグッズがなるのか、ちょっと楽しみだな、はい、これからもぜひ送ってください。よろしくお願いします。はい、それではお別れの時間です。この時間のお相手はワールド大スター大鳥ここな役の岩見真中と静香役長谷川郁美でした。バイバーイ。この番組はゲームアプリワールド大スター夢のステラリウムの提供でお送りしました。ワールド大スター大鳥ここな役の岩見真中です。静香役の長谷川役です。乗ってくれた。こちらはワールド大スターラジオわらじのおまけコーナーです。はい、はい、何喋ろうかな。ニュータイプニュータイプもいいんですけ ど、いいですけど、ね、ニュータイプもちろん皆さん見てください。いいんで、ぜひともぜひともいい、やっぱちょっと癒し度はちょっとあちゃんにはかなわないのでね、はい、我々の、まあ、ニュータイプの中の私たちの写真だったので、そうちょっと癒し度はね、恥ずかしいって思ってましたけども、うん、蓋を開けたらあちゃんが下にはあちゃんがいました。あちゃん、もうあちゃんのこと大好きになっちゃった。かわいい、本当にかわいいね。持って帰りたいぐらいです。で個人情報なので、ね、これはちょっとよしときますけど やめときますけれども。はい、じゃあ目に焼き付けて、ね、今日までですから、はい、あーそうだ、すいませんすいません。メールをずっと差し出してください。メールがあります。
はい、ラジオネームゆうさんからいただきました。ありがとうございます。岩見さん、はせみさん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。以前の劇団プンプン初回オーディションでいちご大福を他の人に取られてプンプンして恨んだ、うん、今でもちょっと恨んでる人がいましたが、いました、その時いつもは今川焼きをと言っていましたが、僕はあれを大判焼きと呼んでいます。お二人は何と呼んでいますか？いろいろな呼び方があるので気になってしまいました。もしよろしければ教えていただきたいです。せっかくなので大判焼きの写真を送ります。味はとても美味しかったですといただきました。知ってます、大判焼きは美味しそうです。うわ、待って、美味しそう。とても、ね、本当にもうお腹鳴りそうなんだよな。いや、私さっきから何回も鳴ってますよ。やばい。それ何入ってんの？それ、これ何でしょうね。つけてんのか。カスタ、マヨネーズ？マヨネーズっぽくない？なんかマヨネーズ。でもマヨネーズつけてたら絶対言うよね、メールで。確かに。マヨネーズってつけるものですか？つけないよね。普通の、こっちが普通の。はい、こっち普通の。普通の。これだってさ、マヨネーズ？つけてるっぽいもんね、なんか。はい、後付けっぽいですよね。ね。そっちが気になる。気になっちゃう。ちょっとなんでちょっとツッコミなのに謎を残すの。ツッコミどころ残すの。もうすごいよね。ですよね。生クリームじゃないですもんね。生クリームだったらもうちょっとなんかふわっと感あるもんね、うん、なんか絶対マヨネーズです。そんな食べ方あるんですか？もう今川焼きとか大判焼きとかどうでもいいです、うん、マヨネーズをかけるっけってじゃあつけるんだっけ。でも私はちなみに答えるとどっちもどっちでもない、どっちもどっち、どっち今川焼きって売られてたら今川焼きって同じ。そうですよね。大判焼きだったら大判焼き、なんかもう、はい、そこのルールに従って、うん、そこのルールこちらにこだわりは特にないというか合に従っていく、そうだよね、はい、スタイルですけど、どうなんだろう。変なトッピングとかしちゃう？トッピングは私しないタイプです。なんかラーメン屋さんとかであるじゃないですか、うん、お酢とかかける人ですか？うんうん、かけない。私もです。味変とか勇気出ないタイプです、うん、そんな変なことしないかも、うん、カレー屋さん、あ、しないです。はい、オリジナルでしないです。どっちもしない。広がらない。トッピングか。なんかよくあるさ、やっぱあの、うん、酢豚とかで言ったらさ、はいはいはい、ああいう果物入ってるとかも本当に嫌本当に嫌な人だし。いや、でも確かになんかもうそのままが美味しい気が、ね、ポテトサラダとかもたまにさ、リンゴとか。私それ好きです。あ、好き。はい、なんか食べれなくはないんだけど、うんうん、どうしてどうしてどうしてだって冷麺とかにもさ乗ってますよね、はい。何がですか？冷麺にさ、はい、リンゴとかなんか見たことないです。たまに乗ってるの。そうなんだ。私はそれ知らなくて、前お店で食べた時に、はいはいはい、ねえ、リンゴが乗ってる。乗ってるよ、乗ってる時あるよって。どうしてってちょっとどうしてなのって。これによって何がそんなあれなのみたいな。確かに、ちょっと気になっちゃうの。なんでここに必要だったのかって。オリジナリティ、小皿じゃダメだったのかって。小皿食後じゃダメだったのかっていう。そう、意味ないですよ。そしたらもうデザートのリンゴになってる。そう、デザートでいいんじゃないかっていう思っちゃうんだよな。トッピングしだしたら世界が変わるようですって。そんなに本当ですか？でもなんか勇気が出ないです。うん、自分のオリジナルコーディネートに自信が持てないです。うん、なんか本当私服とかもマネキンばっかとか。いや、わかるわかる。あとね、ゾゾタウンとかで、ね、もうモデルさんが着てる、はい、あ、もうこの上下で買おうみたいなとかなので。わかるわかる。自分のセンスを信じきれない。そうだよね、はい、なかなかこういうの。マヨネーズ、ちょっとマヨネーズなのかどうかちょっと。でもマヨネーズ説がこう強いので、見た目的にも。しかも構図が一緒だから絶対これ撮ってから。そうだよね、これだよね。一回最初の普通のやつ撮ってから乗せてるよね。乗せてくれて撮ってます。またほら、これ絶対マヨネーズでしょ。マヨネーズです、これは。まごうことなき。でも何にも言ってこないんだよ。マヨネーズをかけますがとかだったら、うん、だってせっかくなので大判焼きの写真を送りますって言ってるだけなんだよ。味はとても美味しかったです。せっかくが気になるな。気になる。いや、もう本当にこういうなんか、うん、トッピング、その大冒険できない私たちになんかこのおすすめの、うん、この組み合わせ、ちょっと嘘だと思う、なんか騙されたと思ってやってみてくださいみたいな。めっちゃいい。
やつあってちょっと教えてほしい。教えてほしいですね。ね、そういうの言われればさ、うん、次回なんか言えるかもって言って、うん、試してみようかなって挑戦するんで。そうです ね、 ね、ぜひとも送ってきてください。ありがとうございます。まさかの話になりましたがそろそろお時間ですので引き続きラジオ本編もお楽しみください。せーの、バイバーイ。